わざとガイツケンです。ラストです。今日はですね、はい、まあサムネでもね、見てもらうと分かるんですけど、ナイキのシューズ購入しました。珍しいですね。はい、で、まあ、買ったものなんですけど、こちらです。来ましたね。まあこれはまあ見慣れたナイキのね、そうだね、箱だけど、今回ですね、はい、こちら購入しました。これです。お、なんすかこれ。これナイキのワッフルトレーナーなんですけど、これはね、2なんですよ。はいはいはい。ナイキのワッフルトレーナー2で、まあ1はね、1とちょっとね、形状が違うんだよね、若干。で、まあ基本的には一緒なんだけど、まあナイキの、まあすごいね、売れたあのランニングシューズなんですけど、あれでしょ、これ昔のデザインの復刻みたいなやつでしょ。そう、復刻なんだよこれ。で、まあワッフルトレーナーっていうのは、まあナイキの、まあランニングシューズなんですけど、まあ形はこんな感じですね。これはいつ頃のやつの復刻なの。これ、これは1977年にワッフルトレーナー出まして、2が、2が、で、まあ青と赤が多分定番なのかな。で、今回このオレンジと黒なんですけど、これ新色なんだよ。で、復刻で新しい新色出したみたいな。そう、へえ。で、多分これは多分この色は多分出てないと思うんだよ、前にね。そう、で、まあワッフルトレーナー、まあ2って言ってるから1もあるんだよね。で、1が1974年に出まして、で、まずさ、ワッフルトレーナーもう名前が面白いじゃんね。ワッフルだよ。そう、ワッフルね。で、まあ見ての通り、もうワッフルにそっくり。確かにね、後ろがね。そう、後ろが。なんでね、これ開発されたかというと、で、ナイキの共同創立者のビル・バグワーマンっていう人がいるんですけど、その人の妻がワッフル作ってまして、そのワッフルにインスパイアを受けてこれ出ました。へえ。だからもうワッフル見て、デコボコにしたらグリップ力上がんじゃねみたいな感じで作ったのか。そう、だからこれほんといいんだよ。あの、まあ理にかなってるじゃん。まあね、デコボコだし、まあグリップ力がいいんですよこれ。ランニングシューズに適してる仕様なんだけど、まあ今回ねこれ買った理由なんだけど、まあ結構ねナイキのこのねワッフルトレーナー欲しかったんだよね俺。で、まあ古着とかで結構見てたんだけど、まあスニーカーってさ、その加水分解とかするじゃん。そうだね。だからこう経年変化でね、こういうソールとこのアッパーのね、ところとかがこうどんどんねこう離れちゃったりして、その接着剤とか劣化してね、そこがもうだから昔の買ってもさ、履けないんだよな。履けない、あんまりいいやつじゃないと。で、まあ状態いいのも探すの難しいし、しかも高いしね。そう、あってもあっても、そうで、今回ね、まあ普通にスニーカーだから、まあ結構履き潰したい。で、新品でまあ買って、まあガシガシ履いて、まあ自分で経年変化っていうかね、色なんだ、かっこいい感じにしたかったから、今回購入したんだけど、あの、もうかっこいいね。かっこいいね、普通に。色もいいし。色もいい。で、まあスニーカーね、俺結構バンズとかコンバースとか履くんだけど、こういうね、あの、色味の、なんだろうな、派手な色味のやつあんま持ってなくて。確かにコンバースはオレンジあるかもね。そうだけど、まあ普通にまずこの何形のさ、ザ・スニーカーみたいなフォルムのやつって意外と持ってないもんね。持ってない、コンバースは白とかさ、で、バンズだったら黒とか、まあ白黒が多いね基本的に。チェッカーとかね。そうで、今回ね、まあなんか春に向けて、春夏に向けて、そのやっぱり結構さ、あの T シャツとかジーンズとか短パンとかさ、結構シンプルになりがちで、そうだから、その足元からね、ちょっと派手にしようかなと思って、今回これ購入したんだけど、もうね、色味が俺もう好き。いいよね、普通に。基本的に俺オレンジ好きなんだよ。オレンジ好きで、黒も好きだから、めちゃめちゃいい色と思って、2021年の3月に発売したんだって、これ。じゃあ最近じゃん、最近。そう。だから、あ、いいと思って購入したんだけど、軽くてね、まず。ね、軽いね。今思った、思ってて。軽いと思って。軽くて、やっぱラーニングシューズだし、そのやっぱりいいよこれね。しかも普段結構ブーツ履くこと多いじゃん。違う、そうだね。普通に他のさ、スニーカー持っただけでも軽ってなのに、そう、これスニーカーの中でも軽くない？なる、軽いよね。すごいいいし、あのここのね、あの紐、シューレースもちゃんとコットンなんだよね。コットンだねこれ。そう、すごい雰囲気出るし、この当時の多分再現してるじゃない。そう、今のって結構ね、その化繊入ってて、このちゃんとこう絞っても引っかかりが意外とね、そう、摩擦がないからさ、ほどけちゃったりするじゃん。で、まあ自分でさ、コットンの紐買って変えたりとかする人いると思うけど、元から多分コットンだから。そう、これいいね。いいよ。で、見た目もさ、これ履き込んでいくうちにさ、多分ここのオレンジと結構汚れてきてさ、確かに一体化してきて、すごいいい感じだと思うし。で、ここのね、トウの部分がスウェードになってんだよね、モカシンタイプの。で、ここの後ろのヒールカップもそのスウェードになってんだよ、これ。
だからすごい好き。俺スウェードも好きなんだよ。いいよね、しかもまあここの布の部分っていうのかな、ここは多分ナイロンになってんだけど、これも逆になんかちょっとチープっぽく見えんだよね。そうで、ここ可愛いっていう、めちゃくちゃ、でナイロンだから、ね、結構やっぱり薄いんだよこれ基本的にね、まあ、ランニングシューズだから、ね、だから全然多分ね春夏でも蒸れずに涼しいと思うし、すごいいいですこれ。しかもかかとがさ面白いんだけど、そうここのなんか反り立ってる、ね、ここが分かるかな、ね、そう上がってるという、意味あるのかな。これどうなんだろうね、着地した時にこうかかとからこういけるから、こう、まあ、そうかもしれないけどここの後ろのね、この部分もしっかりナイキって、ここはねシルバーになってるんですよ。本当だ、メッキになってますねこれ。じゃあこれベロがめちゃくちゃ面白いっていう。そうだね、昔はこんな感じなのか。そう、だってこれスポンジが出てるよ、だって出てる、ね、表面から。そうすごいな、むき出しの収納なんだよねこれね。ね、今これ出したらなんかどうしたのってなりそうだよね。確かにね、こんなのここからでも結構ほつれそうだけどね。でもそのほつれもまたいいんだよ、まあ確かに、味になってさ、面白いね、面白い。でここにしっかりやっぱナイキのねロゴついてんだよね、でここもやっぱりちょっと古いっぽいさだね、裏がね刺繍タグみたいになってて、そうで自体もさやっぱりこの古い感じをまた再現してんだよこれ。してるね、ここはやっぱり好きだね俺は。いいね、見えない部分だけどね、こういう裏のねタグとかがそういう雰囲気あるとね、ちょっとテンション上がるよね。テンション上がる、そう。ということで今回ねこのダッフルトレーナー2をね、まあ俺が履いたんで、見てください。はい、はい、ということでね、履いてきましたけど、どうですか？履き心地もね、めちゃめちゃいいし、やっぱりこの足元この色だとさ、やっぱりすごい映えるし。そうだね、今回はだからその白 T にあのデニムにこれを1回履いて、そうするとやっぱりさ、全然違うじゃん雰囲気が。だって白 T デニムってめちゃくちゃシンプルじゃん。めちゃめちゃシンプルね、でもこれやっぱオレンジがこう映えるから、ちょっとだけもうそこでもう印象違うもんね。全然違うよ、普通に白黒で履くやつのと。でもう一つのコーデが、あのスタジャン、ちょっと薄めのスタジャンに、あのチノパンを履いたんだけど、まあ、チノパンでも合うし、そうね、デニムでも合うし、意外にねオレンジってさこう見た目的にさ、すげえ派手みたいな。そう派手だし、ちょっと合わせにくいのかなって思うよね。思うよね、でも履いてみると意外にね、何でもマッチするから、すごいいいと思いますこれね、夏もしかもショーツとかでも、これ下でね、そう履いてるだけで全然違うよね。全然違う、しかも合うし。そう今後だから夏結構活躍しそうだね。そう、でまあ夏に向けて、まあ、ガシガシ履きたいんだよ、もう履きたいから俺、まあ、今回ねこれ、まあ、1週間前ぐらいに買って、まあ、この ね、あの収録ある時にあるから、履けないんだよね。履けないんだ、そう履けなくてすげえうずうしてたんだけど、まあ、今回ねこれ撮ったからもう明日からこれ履きますから。そうだね、やっと履けるやっと履けるそう、もう履きたいんだよすぐ。室内で履いてたじゃなくて、室内履いてた、そう。他はあのネイビーと赤かな、ネイビーオレンジかな、昔の当時の売ってたやつでしょ、それは。そう、でそれもあるんだけど2種類展開。この前ね調べてたら、5月にね、5月1日にまた出るらしいんだよ。今4月だもんね、まだあとだから5日後ぐらい。そっか、そうだ、もうこれの新しい新色出るのか。そう、で2ヶ月後に出るらしくて、それがこの前見たら、多分ボディがブラックかグレーの間ぐらいの、多分なんだブラックじゃないの多分あれ、ぐらいの絶妙な色に、ここが黄色、バナナっぽい色。ああ、なるほどね。すごいかっこよかったの。へえ。これめっちゃかっこいいと思って。で、多分それも2種類展開なんだけど、もう一つ忘れちゃった。
もう一つ忘れちゃったんだけど、まあ、とりあえずそれもかっこいい、それもこれ調子よかったら買うかもしれない。いいね。チラの、うん、あのグッズ、そうですね、はい、うん、現在、予約受付中でやってますんでね、はい、まあ、気になる方は概要欄に、ね、買っとくので、よかったら確認してみてください、はい、であとね、インスタグラム の、うん、あのプロフィールのリンクにも、リンクからも飛べるんで、うん、ここのね、あのうちらのウェブサイト、うん、あのよかったらね、チェックしてみてください、はい、だついでにインスタのね、フォローもお願いします、はいはい、で今回はね、この動画良かったと思ったらグッドボタンお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイ、はい。